叶えるセキュリティ、改めて意識してみよう。サイバーセキュリティ月間。ねえチカちゃん、サイバーセキュリティって何？ちちち、ようちゃん、サイバーセキュリティを知らないなんて、素潜りでサメの海に入るようなものだよ。そうなの？インターネットのことかななんて思ってるんだけど。まだまだ甘い！インターネットの世界は恐ろしいんだよ。気を抜いたら、ガブリ！ぐやー！ガブリって何？怖っ！ちょっとチカちゃん、適当に教えて怖がらせないで。インターネットって私たちの生活になくてはならないものなんだよ。それを安全安心に使うためにサイバーセキュリティを考えてみるのが大事なの。でもそうは言っても具体的にはどうすればいいのかな。ねえ見て見て、みんなで叶えるために気をつけてほしいこと。だってまずはここから考えてみるといいんじゃない。ちょうど9つあるからさ、私たち一人一人がこれを考えてみんなに分かりやすく伝えていけば、私たちだけじゃなくみんなのためにもなると思う。それとてもいい考えね。よーし、じゃあ私はパスワードにする。私はミオソ認証にしようかしら。少し難しそうだけどとても大事なことだわ。私はどうしよっかな。フィッシングサイト？釣りのことかな。これにする。かなちゃんやよしこちゃんたちにも声をかけようよ。そうね、サイバーセキュリティは一人だけが気をつければいいってものじゃない。せっかくだし私たちの身近な例で紹介するパンフレットを作るなんてどう？いいねいいね。じゃあ一つずつみんなで改めて考え